もともとイラストを描くのが好きだったんですけど、でも本当にノートの隅に書くようなことしかやってなくて、本格的にちゃんとデジタルで勉強したいなと思って、そこからイラストレーターになりたいなと思いました。その体験説明会にいろんな学校行ってたんですけど、その AMG の体験説明会がすごい分かりやすくて、お題をもらって絵を描くのがすごい初めてで、すごい丁寧にやってくれたことで入りたいなと思ったきっかけですね。私自身その学校に入るまでデジタルツールを全く触ったことがなかったので、一人一人に合わせて優しく教えてくれる講師の方だったので、そこがやっぱ一から学べるっていう点がすごい強みだと思います。学校のその就職のイベントでポートフォリオ会っていうのがありまして、私の今のインターンシップ先の方が声をかけていただいて、 UI デザインのそのボタンのデザインですとか、ホームデザインですとか、案のラフを出すこととかも結構幅広くやらせていただいて、で今はなんかエフェクトですとか 3D の勉強もしてます。